ちょっと俺3つの成長があると思ってて、こう木があって幹があって根っこがあってとね、技術的な成長はここです。スキルとかテクニックとか、そしてここは生態的成長です。よくね、成長は俺 3種類あると思うんですけど、例えば成長したねって子供たちに言う成長っていうのは大きくなった時でしょ、ね、で社員とかでなんかスキルが上がったら成長したねって言うとスキルが上がった時ですね。もう一つありますね、これ何かというとここの成長です。こことここはいい時にしか成長しません。いい時にしか成長しません。ここは悪い時にしか成長しません。よく言うんですね、悪い時に流す涙は心に注ぐ水であるって。これちょっと俺が作った言葉なんですけど、いいでしょ、ね、悪い時に流す涙は心に注ぐ水である。ここなんです。結局ですね、ここが育たないと、ここだけ成長して成果だけ取っても間違った方向に使ったり根っこが腐るとすぐ倒れますから。だから俺がここができてなかったら倒れかかったんですよ。その時にチャンスだと、俺に足りないのはここだと、ここを育てようと思って5年間育てました。そしてなんとかね、こうなんかな、心は少し、ね、心で語れ、心で聞け、いやいくら考えてもわからないんですって、そうさお前考えようもんって言われました。わかりますか、心で聞け、心で語れて、いくら考えてもわからないんですよ言った時に、お前考えようもんと、頭でと、心で考えてないって言われました。そうやなと、ね、結局聴覚心は自分からですよと。